牧野99条大盲伝第69条まとめからいきます。 ああ汝俗心は漢を奪うこと水のみなぎって天にはびこるごとくその行いはかの結を木よりもおごりその暴虐は真の中央真よりも激しかった偽りを皇帝愚春のいにしえに託して考え欺きを聖典の文章に借りたため主恨み神怒り悪が一服して宙は至った 百王の極まるところ、その邪悪を極め尽くした。ここにオーモーデン第六十九を述べる。注釈。悪が一服するというのは。 再生、すなわち木星が12年で天空を一服すなわち一巡りいたしますので大門は帝と称して13年で中されたことを指しますそれでは本文。 大毛伝第六十九条大毛は、あざなお虚君といい、高原皇后の弟の子である。注釈、原定の皇后、すなわち原皇、高原皇后ですね。原皇の父や兄弟たちはみんな、 平定の世に劣行に報ぜられ位にいて政治を補佐し都合一族中の9人が劣行に5人が大司馬になった注釈元石殿元い外石伝元行伝には実行とあるがそれは純右朝すなわち大太后のつまり元行のですね姉の子を参入したものもっぱら王子を言えば旧皇である。 彰吾さんを除けば王さんだけで言えば九皇ということですねその遺災は原稿伝に記載したただ毛の父万だけは早く世を去り劣皇ではなかった大毛のいとこたちは皆将軍や御諸公の子で今をときめく県政に乗って文を超えたおごりにふけりシャバや 音楽、助食などの逸落を競い誇りあったが、住職、いとこ、兄弟というのは、ここ、軍兄弟になっております。兄弟の廃校にあたる親戚で、いとこ、またいとこなどを指す。戻ります。一人、大毛は、孤児であり、貧乏でもあって、 心ならずも意を屈し尊厳に身を辞した敗軍の陳さんに指示して来京を受け身を務め学を広め受精並みの服装をし母と家父の兄嫁に仕え兄の維持を養うなどその行いは誠に行き届いていたまた外に英才春才と交わりうちに伯祝父すなわち叔父たちに仕えてつぶさに 礼を尽くした要作年間本家の白夫すなわち叔父の大将軍王鵬が病んだ王茂はその病床に自死自らなめ試して薬を勧め放髪孔明のままさ、えー、いくつきも遺体を解くことなく看病した。 隣住にあたって、王鵬は王孟のことを大公と聖帝とに託しこうして王孟は弘文楼に任命されさらに写生行為に選任されたその後やがて祝父すなわち叔父の聖徒徳王将が上書し己の法雄を裂いて王孟をほぜられるよう請願しまた長楽娼婦大僧 自中近所、古希行為紀行、紀公上国問傭兵中老陳頭など当政の名士たちも皆大毛のために口添えしたので主張は大毛を剣士にそういないと思った永熙元年大毛は新都航にほうられ南洋軍 深夜県・東京の1,500戸がその両国となった「忠赦」「東京というのは河南南洋の東」「北井興禄大夫寺中に選任されて巾着に宿営しその爵位はますます高くその世相はいよいよ謙虚であった」。 旧を惜しみなく賓客に施して家には何も合わさなかった名士を納め助け将軍最初携帯譜らと交わり結ぶことが甚だ多かったそれゆえ位におる者がこもごも彼を推薦し遊説する者が彼のために談論しそのため大網の虚名は高くあまねく白宿夫たちをしのぐほどであった。 王網はあえてことさらキーな行いをしこれに処して恥じなかった王網の兄 A はそうであったが忠釈そうというのは裁判所の役人若地にしうという子があった王網は孔を博士門下に学ばせた王網は休暇の都度シャワーを整えて外出し羊肉と酒を捧げ孔の死に送ってこれをねぎらい その音徳は孔の同学の者のにまで及んだ学生たちはこだわりなく見たが長老たちは探索した孔は我が子卯よりも年少であったのに大門は二人に同じ日に嫁をめとらせて祝い客が銅にあふれていたやがて一人の者が「大夫人は近々の痛みで苦しんでおられるから」。 しかじかの薬を飲ませなければならないと告げたが客たちが自去する頃で客を見送るためしきりに席を立ったかってひそかに慈悲を買ったが警邸の兄弟のある者にそのことを嗅ぎつけられると大門は「公将軍主資源には子がおられぬ私大門は あの娘が子を産める血筋だと聞いたのでそのために買ったのだと言って即日その火を資源に進呈した朱子源さんですね彼が自分の心を隠して名を求める様はこのようであった当時大公の姉の子純右長が才能を認められて休憩となり大母の上位にいた。 大毛は密かに、純武町の財下を探し求めてこれを突き止めると、大師幕極陽公、コを通じて言情した。このコというのは、大毛のお父さんの弟にあたる人ですね。そのため、町は罪に服して中殺され、大毛は忠義正直の真を勝ち得た。 ことの遺罪は順宇長の伝に記載した。注釈この順宇長の伝というのは独立したものではなく、内光伝第六十三の中にあるものですね。よって今は骸骨をこい、自分に変わるべきものとして王母を推薦したため、主上はついに王母を罰敵して大師馬に任じた。 この年は水は元年で、大毛が三十八歳の時のことであった。大毛はすでに同輩を抜きんで、四人の白宿夫たちの後を継いで、えー、祭り事を補佐し、前人をしのぐ名誉を上げようと望んで、不屈の努力を重ね、兼量の諸子を招聘して下役とし、領地の収入を消費してことごとく死に振る舞い、 しかも自分はいよいよ倹約した。注釈4人の白祝夫というのは王鵬これはお父さんのお兄さんですね。で弟の王将王恩王根いや王恩はお父さんのいとこにあたる人ですね。おじいさん同士が兄弟。おじいさんの 傭兵公の金という人との兄弟の公という人の息子が王恩ということになりますね。まあ,あの実際おじさんではないんですけどおじさんの世代っていうことですね。おじさんのいとこもまあおじさんというんでしょう。えっ、ー、と、王鵬、王将、王恩、王魂、皆大芝。 戻ります「大もうの母が病がすると後継列行はその夫人たちを使わし見もうたこれを迎える大もうの妻の衣服は地に引きずるようなものでなく布の前だれ姿であったこの平室という膝を覆うというのが前だれというふうに訳したところでございます。夫人たちはこれを見た時 召使いだと思ったが当て大網の夫人であることを知って皆驚いた大網が政を補佐して一年余りで聖典が崩御し相手が即位した皇太后をたっとんで太公太閤とした太公は大網に事女りして私典に帰らせ新帝の外籍を避けさせた大網が上書して骸骨をこうと 相手は証書礼を使わし大坊に見事女として言った「先帝は政を君に委任したまま軍心を見捨てて崩御された」「賃は装備を受け継ぐことを得て誠に君と心を同じうし意を合わせることができると喜んでいたのに今君は書簡を持って病と称し辞職を求めて賃が先帝の意を報じ得ないことを表した」 は、甚ははだこれを悲しみ悼んでいるすでに少々に帝りして君の掃除を待っている相手はまた上将後光大島下部左将軍師丹鋭意不起を大公のもとに使わして権上し 皇帝は太閤の巫事のりを聞いては,なはだ悲しんでおられるもし大芝が立たないならば皇帝もこのまま政務をお聞きになろうとされますまいと言わせた太閤は再び大網に政務を見させた当時相手の祖母である帝統の不太閤と帝の母帝起が存命していた皇将公当皇が上書して有用う 春秋の技法からすれば母はこの尊旗によって尊ばれるのです。注釈原文は母はこう思って尊し春秋供養伝隠庫元年の女王戻ります。定期には尊号を奉るべきでございます。と大孟と師丹は共に 当校の振る舞いが朝廷を誤り不動であるとして断劾したその司祭は丹の殿に詩胆、えー、の殿に記載した「注釈列伝の第50人詩胆先生の詩胆」と「歴史の詩の司短」の下胆同じですね。 「後日美容級で終焉が催されており大謝礼が不太閣のために悪座を太閤大郷の座席の傍らに貼った」「注釈悪座というのは垂れ絹を貼った座席」。 殿は「殉死して大斜礼を攻め帝党大公は反平の目掛けに過ぎないどうして子孫と並べられよう撤去して改めて別の座席を設けよう」と言った。 太鼓はこれを聞くと大いに怒って宴席に加わろうとせず重ねて大毛を恨み憤った大毛は再び骸骨を買うた相手は大毛に黄金500金と暗車シ芝を貸しして大門の官を辞め指定に帰らせた注釈シ芝というのは4頭の馬 馬の単位ですね。馬車を引く馬の単位は4頭で一、えー、組で死という単位。それから「安車というのは座乗する車後継タイフラの多くがこのことを褒めたたえた。 そこで城は特別の恩寵を持って大門のため戦士を高貨に置き中高門によって10日に一度試算することとし御事のりを下していった忠釈中高門というのは将府に属する宦官,官、高門のうちにいて給仕する新渡河大門は国家のために有労し 正義を取り守ること堅固で陳は大網とともに政務を取りたいと念願している大抗太号は御事乗りして大毛を指定に帰らせられたが陳は甚ははだこれを憂えているそれこういう種の350項を大網に増し報じ位を特進とし休時中に任じて1日と15日に朝見させ天使にまみえる霊は参考の通りとし ャガは緑者に乗せて天使に誇充させる音もさせる注釈この高有種というのは南洋軍極洋県にあるこの州というのは集落の州というのは村落、京よりも小さい。 次に「宮寺中」というのは常に宮中で天使の左右に自する「下官なので,玄で、ね「玄関」ですね。「兼ねるか」「玄関」。作と某というのが1日と15日。「<laughs> 緑者」というのは高尊の帝の孫の乗る乗り物。 2年後に「不対抗と定期はいずれも尊亡を称していて上昇主白が相乗していった」「先に思うは尊棄を尊ぶ道理を広めずかえって尊亡を抑え貶め行動を虚なしくさせたのですから公衆に晒し示す中陸に服すべきでありました」「幸いに謝礼を被りましたものの爵位や放置を保有させておくべきではありません」「どうか罷免して庶民となされますように」首相は、 オウと対抗大公は親族であるゆえ罷免せず両国につかせると言ったオウは領地に赴き門を閉じてこの森の都の森徒歩の戸というのは閉じるという意味みたいですね門を閉じて控えめにしていたが次男の角がぬぼくを殺したためオウは痛切に 核を責めて自殺させた。両国にいた3年間に上昇して大網の無実を訴えた「離民」が100をもって数えられた元樹元年日食があった「賢涼の家の死、周吾総数らが大作を奉って深く大網の功労恩徳をたたえ各手て首相は大網を召し出した忠釈、権涼の家、 管理・東洋試験科目の1位大網 <coughs> が両国に就いた当初南洋軍の大使は大網を尊重して 門下の役人のうちから縁の人皇宮を選んで仮に新都皇の将とした旧が大毛に謁見すると大毛は礼を尽くし自ら進んでこれを受け入れ皇宮もまた大毛の名声を聞いていたので共に愛答え報いたその後大毛が病んだ折皇宮が見舞いに行くと 王網は恩を売るため所蔵の玉器や封建を進呈して芳美を結ぼうとした高級がどうしても受け取らないので王網は「君をよく見ると顔に傷跡がある」「美玉ならそれを消し去ることができるからこの天を差し上げたいと思っているだけです」と言ってすぐその天を解いて差し出した注釈、天というのは浮き彫りにした玉の飾り。 高級がなおも辞退したため大門は「君はこれが高価な品であると思って遠慮するのであろうか」と言ってついにそれを土で打ち砕き手図からそれを包んで進呈したので恒久もようやく受け取った大門は 手上から召されて猿に及んで皇宮に会おうとしたが高級は病と称して会わなかった大門が慶心に帰ってから1年余りで相手が崩御した帝には子がなくまた不退行停退行も皆でに講じていた対抗退行は即日馬車で美容宮に行って字と銃を手中に収めると 注釈「相手が臨終に字すなわち陰と樹すなわち組紐を当剣に託した渡したことを王公が対抗に告げたからである」「戻ります死者をはせさせて王貌を召し出すとと,ともに少々に見事女りして諸方の兵を繰り出して割り譜すなわち布説を合わせ合わさせ百科の創乗によって荒門路を 門の兵を全て大毛に帰属させた。王茂が「大芝公安公当剣は年少で囚人の心に合いませんその印事を没収されますように」と申し上げた「剣は即日自殺した」この話はあの「冥光殿」に書いてあるんですかねあとは相手のところにもありましたかね。 太公たちは後,継太公は後継たちに見事のりして大芝畑にふさわしいものを推挙させたところ大芝と後后大芝空宝則が大門を推挙し前将軍下部と後将軍高尊六とが互いに推挙しようた注釈、後将軍国交ですが左将軍の誤りかと太公は大門を大芝に任じ 共に論議しててを立てた安陽公王春は王孟の重帝でその人品も貧困法制であり大公に信愛されていた王孟は厳重して春を社迦将軍に任じ使者として中山王を迎えにやって王に政帝の後を継がせたこれが公平皇帝である 帝は9歳で、太閤が摂政として朝廷に立ち政務を大門に委ねた大門が長氏は先に皇氏を殺しましたし父氏は凶慢僭越でありますと根性しついに後政帝の長皇后と後愛帝の風皇后を拝し皆自殺させたその遺災は外籍でに記,録記載した 大師と孝行は明寿であり清帝相帝平帝の三帝に宰相となって大功に尊敬され天下に信用されていたそこで大門は大いに孝行をたっとんでこれに奉仕し孝行の娘婿献官を招いて自中放射問いに任じたまた相帝の外籍の人たちおよび現職の大臣で もともと大門が喜ばなかった人たちに対し大門はこれらに戸川を付け加えインチして罪に陥れたまた権上して献官と孝行が 県官と高校が互いに支持し合うようよ向けた。公江は元来慎み深い人であったので何か相乗しなくてはならぬことがある場合大門が取り次いで対抗に根性するとその相乗はすぐ再下されたかくて全将軍下部と後将軍高尊禄は互いに推薦し負うたことの罪に挫して罷免され帝府二氏および ちょっと行き過ぎてましたね湿気え帝府西および当県の親族はいずれも官んを免ぜられて遠方に流された交流校龍は太閤の実定で位にはついていなかったが大門は内心諸夫すなわち叔父としての龍を敬遠し龍が太閤に商用を迫らず物を言い太閤己の意のままにさせられなくなることを恐れ させられれななくなることを恐れそこでまた孝行に王龍の旧悪を訴状させた先に定良公準右長が大役の罪を犯したことを知ると多額の賄賂を受けこれを褒めて朝廷を謝らせました後には官費陽期の私生児を公私であると申し注釈官費というのは 罪を犯したため、に刺激される女性。囚人が噂してまたしても漁師の正体が現れたと言い奮然と天下に疑われましたがこの世では六月の時以来の功を成就して後世に示すこともおぼつかないと存じますどうか王龍を両国に使わ,せ使わされますように注釈六月強法 というのはねんねこしかし大公は聞き入れなかったそこで大門は言った「今や漢の王室は衰えて夜ごとに世継ぎがおられ,おられず大公がお一人で楊衆に代わり政務を全ておられますこと誠に恐怖に耐えません。 勤めて構成を旨とし天下の工事を先になされてもなお従い懐かないことを恐れておりますのに今大抗には資本によって大臣の議論に逆ろうておられますがそのようでは下々の多くも横島に傾き乱はここから起こりましょう。よろしくしばらく使わして両国に着かせるのがよく国家が安定したならその後でまた召されるべきかと存じます。 太鼓はやむを得ず王竜をその両国につかせた王毛が上下を脅かし従わせた方法はすべてこれに類するものであったこうして己に付き従う者は抜擢したが逆らい恨む者はこれを中滅した。 王春王夕は王網の腹心となりこの王春という人は先ほど出てきた王恩お父さんのいとこの王恩の息子ということでいいんでしょうかねそれから王夕という人はおじさんの王将という人の息子戻ります 王春王雄は王毛の腹心となり憲法憲官は激絶することを司さどり平安は平安は機密を預かり竜金は文書を司さどり注釈この竜金というのは憲兵元年すでになお衆秀でる優秀の衆と改めていたのに本殿で皆金に作っているのは ハンコが武帝ののだを避けたでである武帝劉州ですね孫権は王網の尊河となった憲法の子仁、龍金の子墳拓軍の再発、南洋軍の陳崇らはいずれも才能を持って王網に寵愛された。 王毛は上辺には臨前たる眼色を示して宝直の弦を吐いていたが心に寄するところがあれば風鎖すなわち素振りを持ってかすかに封じし一味の者はその意向を組んで表向きにそれを想像するのであった。王毛は頭を地につけて敬礼しすすり泣いて固く人をしたり自ら譲ったりした。 こうして神や太鼓を惑わし下は多くの人々に真偽を示したはじめ義州に封して災,災害の万位から白地を献上させておき注釈、駅州というのは四詞元年の4月元い正月大門は太鼓に権上して御事の尊を下させ白地を創病に備えたよって軍神らは太鼓に草原した。 大公は大芝大網に委任なされて策を定め国家を安泰になさいました元の大芝各公は国家を安泰にした功労により三万個を増しほうぜられてその保有が爵位と見合うようにされ小小国と肩を並べました注釈小小,小,小小国は小家大網に対しても 各校のの前例のようう。になさるべきでございましょう「太閤は後継たちを召しもし大芝にまことに太閤があったとしても検証すべきものなのであろうか」と問うた骨,骨肉の心であるからこそ殊更意義を挟もうとしたのであったそれと軍神らはわざと盛んに述べていった。大毛の功労音徳は、 宗皇西王の時のように白地の随所を招いたのですからそれと千年を隔てて小符合しております。西王の報道すなわち定めでは「神下に大功労があれば生きながらに美合を称します」「されば宗皇は美合美しいなですね「されば宗皇は美」 この世にありながらその業を国の業にちなんで宗公と称せられました。王孟には国を安定し官の提出を安泰にした大公がありますゆえよろしく業を保て安官公と称し不幸を増して爵位と法遊が見合うようになされ神古の制度に称号ししも工事に準拠して天の心に沿われるべきでありましょう。 最高は少々に見事乗りしてそのことを愚心させた大門は上書していった「信は孝行欧春憲法憲官とともに策を定めたのであります」「今願うところはただ孝羅の交渉に対しての返しもとい」 ただー羅の交渉に対してのみ筋を立て「親も私も王もについてはお取りやめいただきそれらと同列になさいませぬように」。喧嘩が根性したため大公はりを下していった「平するな空洞するだし王道とうとうたり」トウトウとか「注釈、書終書とう等々」とは広く平らかな形。 共柄に身内がおれば義としてそれにこれにおもねることはできないが君には国家を安泰にした香労があるゆえ骨肉の間柄であるからとてその功を覆い隠して兼用しないわけにはゆかぬ君は何ら自供するに辞退するに及ばない大門はまた上書して辞退した太閤は越車に見事乗りして オウモを召し出し宮殿の東招に待たせることにしたが注釈東招」というのは東に付属する小部屋大門は病と称し参入しようとしなかった太閤は小書令淳に命じて大門に見事乗りさせた君は国家の法然花風の故に減り下って病と称し 辞退しているが注釈原文はここですねこの「選ぶ」というのは侵入を取ると「孫辰美」という字ですが「孫」というのはえと孫に侵入を書く「へりくだる」という字「孫」に通じ「 エリクダルという意眼視子中は「千この千選ぶ」というのを善良い「善」「善」とし国家が君の善を褒めるとする戻ります。 君は国家の法然火法の故にへり下って病と称し辞退しているが君の任務は重く君を欠くことはできないほどほどにして早く立ってくるように。大門は固く病と申し立てた左右の者が対抗に大門の意思を無視してはなりませんただ高校らに上履を立てればよいのですさすれば大門も立つことを承知するでしょう。 と申し上げた大公は見事のりしていった大夫白山公,公は四世にわたって宿営しよよ夫宰相となって就職この夫というのは大夫及び小夫森役の夫ですね 不最小となって中高の心厚く公義が顕著であり注釈公義というのは正しい道を行うこと義を立て策を定めたよっと1万項もあし報じ公をもって大使とする司法の政務に参寄せよ注釈司法というのは4種類の補佐官大使大夫大捕娼婦 太子対夫逮捕娼婦司法の政務に参与せ,せよ社記将軍安陽公春は人口を積み重ね使者として中山王を迎えるため万里の外に折衝しその功労特託が顕著であるよって一万校馬生じ春王は逮捕とする左将軍功六君 法は、「三世にわたって祝英し中心の心熱く死者として中山王を迎えこれを歩道を養成しもって国家を安泰にならしめたよって法を法じて公用公とし有五千個をはませ法をもって勝負とするそれぞれ皆に司法の職を授けその爵位と法遊が見合うようにし おのおのに第一句の「宅地をたもう」「時中法相とい官は県下宿営に勤労し義を立て柵を定めた」よって県官を報じて乗用校とし有2 4 0 0個をはませる」「4人が賞を受けた後も大網はなおまだ立たなかった。 軍がまたしたし大毛はよくも辞退し続けるとはいえその朝勤めだけは明確にしなければなりません。注釈朝勤めというのは進化が天使に毎朝まみえること適当な時に基い適当な時に賞を与えて国家の元訓を尊重することを明らかにし 百,貫百世を失望させないようにしたいものであります太古はそこで見事乗りしていった「大芝新徳をうは三世にわたって三孔となり忠釈三孔というのは大芝大芝と大祝忠公の職にのっとり万世の策を立てたその功労を督くは中朝の真の筆頭である」。 ここ見ると中心ってなってますね。あの中義の心という意味ではここではございませんで、中朝の心つまりえーとこの中中義の中は中心を取ってですね中に通じ中朝の心を言ういわゆる内調の心朝心朝の海とか朝心戻ります。 その官家は海外に行き渡り本国の人もその義をしたい。越生氏までが通訳を重ねて来朝し白地を献上したそれ少量、を新則2件の2万8,000個をもって大網に増し報じその後にその公子に武薬を免除しその法雄を借位と見合うようにし法を加えること小小国のごとくとする大門を大夫として 司法の政務にあたらせ合して安官公と称し元の小小国の第一級の邸宅をば安官公の屋敷とし法令に明記してこれを無給に伝えさせるかくて大門は恐怖に耐えずもはややむを得ないというふりをして立って作書を受けた作書に言う「官が危うく公私も耐えようとした際に公はこれを安定した」。 司法の官職参考の任務もうはこれを全うした。軍領百貨に対してもうはこれを裁量した。その功労恩徳は盛大かつ顕著でこれによって国家は安泰となった。思うにうのもたらした白地の随章は宗公が西王を補佐したことを象徴するものであろう。よって加護を保て安官公と称することとする。 太平をいたすことを期し賃の意にたごうことのないようにせよと「大門は退府の任務と安官公の合は受けたが法遊を増してこれを爵位に見合うようにすることは辞退し願わくは民の家々の暮らしが充足された上で賞をお加えくださいますように」と言った諸皇たちがまた諌めたのでこの「争う」というので「諌める」と読むようですね。 大公はみは自ら百姓すなわち民の家家が充足するよう期するからその申し分を聞き届けようそれ公の六王ハム家人の少子はこれを皆従来の倍額とする民が家ごとに窮し人ごとに足りた時大子と大子空はこれを条文せよう 王もはまた、辞退して受けず、しかも権限したことは諸皇王の後衛および皇訴以来の皇進の子孫を立てるべきでありその大きいものは諸皇に奉仕あるいは寛大后の爵位を保て優をはませ注釈、寛大后というのは韓国官より内すなわち先生の諸皇実質のない巨風いわゆる旗本。 その上で諸々の現職者に及ぼすこととしそれには各々順序を持って次第し神は装備をたっとんで霊学を増し加え下は市民寛歌を恵み注釈寛歌は男やもめと女やもめよく歌はねあの歌舞なんていう風に今も言いますけどね寛歌孤独のうちの寛歌ですね 御宅の政治が行き渡らないところのないようにすべきであるというのであったその遺災は平定期に記載した「このように大毛は人心を喜ばせて一方また宣断しようとした大抗が政務を厭うていることを知るとそれとなくほのめかして後継に相乗させた先に役人は功労の大将の 大将の順序により選任されて二千席に至りました。また地方で推挙された格別有能な役人の処遇はおおむねおおむねほどのよ,よろしきに可能でておりません。これらのものはすべて安官公に謁見すべきであります。なお大公には些細なことなどご心斎なさらぬ方がよろしゅうございましょう。そして大公に尊を下させていった。 皇帝が幼少なので秦はしばらく政務を見てきたがそれが皇帝の元服される頃までも引き続いている今やことが多く反差であるのに秦は老齢のため気力が続かずこれではもはや我が身を休んじて皇帝を養育できるわけがないそれゆえ中心剣士を選んで司法を立てたのであり彼らが軍臣を職務に励ませるならば国家は長く安泰であろう。 孔子は偽善として高いかな俊や雨が天飼を保有したありさまはしかも自らは手を下さなかったと言っている。注釈以上は論語の大白編今後はただ奉釈のことだけを創上せよ他事は安官公や司法で公平に決めよ地方の州木二千石および有能な役人として 初めて任官する者が事を想像した時はその都度これを近くの役所に引き入れて安官公に席巻させ元の職務を考察するとともに「侵食についても質問してその適否を知ることができるようにせよ」こうして大門は人々を呼び寄せ通て緻密に恩を売り厚く贈与を加えたが 我が家に合わないものについてはあからさまに相乗してこれを免職しその権力は人種に等しくなった大毛は虚名を持って大功を喜ばせようと思い大功に申し上げた自ら先の公愛艇の外籍帝府西の斜視の後を受けておられますがまだ暮らしに事足りない人民が多いのです。 大公にはしばらくは無地の絹物を着られ午前のものも少しく節約なされてこれを天下にお示しくださいますようによって大門は上書して願わくは千百万を出して他三十計を献じ注釈この三十計の 軽という単位ですが1軽は100歩ウネの100歩ですね100ウ1歩1ウネは100歩歩く100歩この100歩という時の一歩は六尺四方日本の感覚でいうと2歩ということになるんでしょうね戻りますこれを大師導に託して貧民を助けたしたいと存じますといった そここで後継たたちも皆これをしたい皆、王毛は軍心を率いて権上した陛下の恩弱いは尊いのでございます久しく重い練り衣を切られ御前のものを節約しておられますがそれは誠にお元気を養って皇帝を育てひいては国家を安泰にするゆえんでございません臣毛は私王毛はしばしば禁門の下で高騰しておいさめ申しましたが注釈 口頭というのは頭を地に擦り付ける例。まだお聞き入れになりません今幸いに陛下の特託により近頃は風雨が時期にかない甘露が降り霊子が生え霊子と申しますのは随僧で日尻だけという随僧明強首相下下などの きょえー、吉兆が時をなじゅうにして並び現れました注釈明鏡というのは随葬で暦草カカというのは穂の多くついためでたい穀こう一つのえっ、ー、と一本から二つ穂が出てるようなそういうやつですね。 シンモーラえー、私、大盲らとして、絶望に耐えなかったことでございます。願わくは陛下には精神を愛おしみ、休められ、資料を広く緩やかになされて、帝王たる者の上腹を召され、大観の法然に戻されますように、注釈、法然というのは、宮中の御前を司る官のしきにかなう全部、戻ります。 神化には各自が喜びを尽くし十分の極供養を備えさせていただけますようにただただ神羅の移住を憐れんでご清ください大毛は一方また大公に見事の礼を下させていった大毛に皇太后の本文としてその資料は門の敷みから外に出ないと聞いている注釈この敷みというのは仕切りの横木 今もイキチとかでこの字は使いますね「国が誰の遊女も被らず皇帝の弱いもまだむつきの中におられて神聖に耐えないため創病の安泰でないことを戦々恐々と恐れている国家の対抗はチンがいなかったなら一体誰がこれをすべようかそれゆえ皇子は南氏に会い執着南氏は A の霊公の婦人孔子は霊公に道を解こうとして南子に会うたのである戻ります。また宗公は「節位にいたが思うにそれはしばらくの言辞すなわちしばらくのことである身を務め思いを極め憂え疲れてまだ心が安らかではなくそれゆえ国がおごればこれに倹約を示し不正をため直す者はそれを正して行き過ぎるほどであるのに」。 秦は自ら率先してこれを行うことができないでいるそれにしても天下にいかにいようかと朝ないうな夢にまで思うている五穀が豊熟し民の暮らしが家ごとに休息し皇帝が元服する頃になれば祭りとを任せてこれに授けたいが 今はまだ誠に衣服を軽く華やかにし職務を備え満たすいとまがない「小犬川区は百両とともに念願を成就したいそれこれを務めよ」「洪水や干ばつのあるたびに大毛はすぐ採植した左右の者がこのことを太閤に根性したので太閤は死者を遣わして大門に事のりし 聞けば皇は菜食してまで深く民を憂えているよしこの秋は幸いに豊作である皇は職務に精霊している身であるゆえ時折は肉を食べ自愛して国に尽くせ」と言った王網は「中国がすでに平安で司法の万位にもまだ一心のないことを思いそこで使者を遣わして黄金や平白を送り郷土の前後に手厚く賄賂して前羽より上書させ 聞くところによれば、中国では「二次の名をそしる」とか「元の農地菓子という私の名を今「地」と改め「帰国の生成をしたいこれに従うことにしました」と言わせたこの辺りは郷土伝に出てきますね。また禅羽に「王将君の娘朱牧巨士をこの巨士というのがあの禅羽の娘の まあ、にあの中国でいうと公州ということになるんだと思いますが「守護居事を漢に使わさせ宮中に入れてはべらせた」そうしたことは皆太鼓をたぶらかし惑わせてこれにこび使える手段であり下は太鼓のそばに使える長魚に対してまでもすることなすこと万端が十作といばかりであった注釈「長魚」というのは。 えーと職名長魚という職名ですね。王毛はすでに尊重されたが娘を帝に目合わし皇后とすることによってその権力を固めたいと望み皇帝は位について三年になられますが長州宮はまだ建てられず奥向きの腰元もまだ揃っておりません。注釈 著書宮は皇后の住む宮殿なのでここは皇后を指す戻ります。先頃国家に難があったのはもともと慶子が耐えたことから起こったものであり配偶のめとり方が正しくなかったためであります。何とぞ五慶を論考して主例を定められ天使のめとる十二刀の直官の本文を正して慶子を確保される宝刀を広められますように。 そのためには広く全2丁の王の皇帝及び宗皇公子の子孫や長安におる劣皇の嫡出の子女からお選びなさいませと言上したことは役人に下げ渡されて多くの女子の名簿が提出されたところその中に王子の女が多く選ばれていた大門は 自分の娘とそれらが競い争うことになるのを恐れて直ちに根性した「我が身は徳がなく我が子は才能がつたないので修女と並べて選び取るべきでございません」太鼓はその姿勢に感じて御事の女を下し「王子の娘は賃の外籍であるからこれを取ってはならぬ」と言った。 すると、庶民受精労利以上の役人ら旧門に割って上書する者が日に千人余りに及んだため後継大夫たちもあるいは宮中にいたりあるいは旧門のの元に伏して,のに付して皆言った「名将における聖徳は偽善としてあのように高く安官公の聖君は堂々としてこのように大きいのに」。 今皇后を炸立されるにあたって、どうして一人安官公の息女のみを除外されるのでしょうか。それでは、天河の民はいずこに名付きしたごうてよいか迷います。願わくは、皇の息女は国母と仰ぎたいものでございます。王母は長子以下の役人を使わし、手分けして。 後継や受精を諭し精が思いととまらせようとしたが注釈長子というのは上のの長官また参考の官上昇する者がますます多かった太公はやむを得ず後継らの言を聞き届けて大母の娘を取ることにした大母は自らまた 広く宗女の中から選ぶべきですと根性した後継たちはこれに反対して宗女の中から取って政党二つにすべきではない皇后の位は王網の側女にあるべきだとした王網が何とぞ娘をご覧になった上のことにしてくださいますようにと申し上げたので太后は長楽尚婦創生尚書令を使わし納栽して側女を見させた執着 長楽尚府は皇太后のことを司る長官長落宮ですからね宗政というのは皇室一族のことを司る長官、まる、あ、あの竜子がやってる長官ですねそれから少彰令は尚府の続刊戻りますあそれからですね納祭というのは結婚を申し入れて贈り物を入れることいわゆる結納でございますけど納祭の儀というのは日本もありますね。 王室にね彼らはかえって「孔の束女は次第に祝徳に染まれ幼鳥たる御用子でございます」。幼鳥というのは奥ゆかしくしとやかな形。彼らはかえって孔の束女は次第に元へここ読みましたね。はい、えー、バグった。天使の位を受けて最初を訪れるにふさわしい方のように見受けられましたと含めした。 事の縁を下して大師と大師宮を遣わしこのことを策に書いて装備衛に告げ交え加えて占いを立てさせたところ墨勢ですね占いを立てさせたところいずれも印は「金水王将に遭い裏方は父母が暗いを得るにあう」と出た執釈。 ここがちょっとややこしいんですけど「金」と「水」は創世の徳要するに木下土言水で金から水が生まれるわけですね「王将」というのは引用家の語で五行が互いに四季の間に象徴すること象徴「消えるに長い」っていう字ですねことを行うものを王その象ずることを「将」といい王様と大臣ですねおよそ動作は王将の 木に上ずるるのをよろしとする今の場合金王金の王様が水晶水の大臣を生じる父母が位を得るを言う俗に時に得るを王将を王,王様と大臣ですね王将といい時を失うのを九州九休むに囚人の衆ですねという戻ります これはいわゆる公共の線、宝吉の証である注釈。公共というのは、安らかで強い。宝吉は大吉の意味。神教皇が、神教皇等が厳正した春秋によれば、天使が帰国から目取ろうとした際、騎士を褒めて帰国 ししました注釈こちらはですね「公葉殿の隠公二年経文に騎士観光二年の経文には騎公」とある戻ります。安官公の国はまだ個性に沿うておりません。ことが役人に下げ渡され皆が言った。 イニシエは天使が皇后の父を奉百里の地に報じこれを尊んで進化としないことにより僧病を重んじました。これは皇の至りであります。唐の言葉は礼に可能ており許可すべきであります。どうか深夜県の他二万五千六百んもといえー、とどうか深夜県の他 二万五千六百計を王莽に増し報じていただきたく、それは方百里を満たします。注釈深夜券。河南南洋の東。王莽はまた。これを辞退していった。私、王莽の娘は。誠に子孫の配偶たるに値しないのに。 さらにまた修業を入れて新毛に私大毛に領有を増し保ぜられました。ふいして自ら思いますに木の皮が樹木の皮が木に付着しているように皇室の疎遠な身内として爵位報道を得ております。もしかして侍女がまことに正徳を報じてこれにかなうことができるとしてしましても、私大毛の国有は長がに強固に 表するに十分でありますゆえ、この上、さらに法丁を増す音調をお加えくださるには及びません。増していただいた分を辞退させていただきますよう、お願い申し上げます。太鼓はそれを許可した。有志が、まあ役人が、前例によれば、 皇后を埋めとる結納金は黄金二万金同銭にて二万万であります二万万というのは万×万で1億なので二億でありますと相乗した黄毛は固く辞退して四千万銭だけを受けそのうち三千二百万銭を十一人の腰元の家に与えた軍神がまた この度、皇后は兵物を受けられましたがその額は軍将に分けられた分けられた額をいかほども超えておりませぬと根性した。りがあってさらに2,300万銭を追加して都合3,000万銭とした。 そう,いうそういう計算なんですねやっと分かりました。こう上げちゃったから手元に残った分とその2,300を加えて都合3,000万銭にしたってことですかね。大門はまたそのうち1,000万銭を旧息中の貧しい者に分け与えた注釈。旧息というのは皇祖父よりまでの人なかなかお金の話が細かく出てきますね。 当時鎮数は大師と主直であって長生の孫将と仲が良かったこの長生の孫将って両方生だからちょっとややこしいですね読むのがね長生の孫の章なんかいとこの生徒さんっていうのも出てくるんですよねこのあと「は博学の師で」。 数のため、えー、鎮数のため大孟の功労徳卓を称える僧文の草案を題作し鎮数がこれを僧状した僧文に言う密かに思いみますに安官公は初めて即習を行うて学んだ頃から注釈即習というのは一束の干し肉弟子となり学ぶ時の礼物世俗の盛んな おごりの時におうて、猟の厚い骨肉の温調こむり、注釈猟窮というのは、聖帝と対抗。原稿ということですか。まあ、原稿はお、王政君という人ですね。聖帝の、えーと、 まあ、お母さんってことになるのでまあ猟ですね白粛夫すなわちおじたちの格格,格,格たる遺構を被って財豊かに勢い足りて己がいに逆ろうものがなかったのでありますそれにもかかわらず神戸を低うして陣を行いのが心に勝って礼を踏み世に背き違い 世に背き互い俗をためただし確固として独立どっぽし悪意悪色、老者土場に甘んじ配偶は二人なく家庭内の親しさ皇帝の徳については誰知らぬものがなく清々な心で道を楽しみ怨霊な性で死に減り下り呼吸にめ恵み施し私有には特日でありました。 講師が「未だ貧しゅうして道を楽しみ」とみて礼を好む者にはしかざるなりと言ったのは講のことにあたるのです。「注釈。以上は、論語学字編の引用。自中となってから元の定良講準右長に大逆の罪があったがうは史情を差し挟もうとせず」。 中等すべきししを権限しました一応あのいとこということなんですねお姉さんのお母さんのお姉さんの子供なのでいとこですね順序宗公がその兄弟の甘粛再祝を中殺し注釈共に乱を図った甘粛再祝騎士が祝賀を鎮で毒殺したことも注釈以上は炉の,将校の宗公の弟 王のことにあたるのです。この言うというの、当たると読みます。さればこそ、皇政皇帝は皇を大芝に任命して、国の統治を委任されたのであります。皇相帝が即位されると、皇将皇、当皇は、帝の胸に迎合し、帝旗を帝太号にして、二頭を作ろうと画策したが、 この定期という人は相手のお母さんですね。定太公というふうに言ってた人ですが、戻ります。うは手ずからこれを断劾して後期を定め、また定当太公が、この帝統太公というのは、不太公という人で相手の祖母にあたる人。 だから、限定の奥さんで、将棋にや。だった人みたいですね。なんで、この人は、皇太子対抗と言ってたのかな。はい、えー、続きいきます。また、帝皇対抗が、乗り物の中で、悪蛇すべきでないよしを顕現して。注釈、悪蛇というのは。帳を引き回して、座すこと。 帝天王の奥さんだったから帝皇太后って言ってるんですかね。違違違う違う違う帝太王のお母さんだったから帝皇太后って言ってるんですかね。はい、アクザというのは帳を引き回して出すこと戻ります。国体を明らかにしました。 死に言う。十なるもまた食らわず、五なるもまた吐かず、感化を侮らず、凶業を恐れずとは、こうのことにあたるのです。注釈。ただいまは、体が上民の死。柔らかいものでも貪り食らわず、硬いものでも吐き出さず、やもう、やもめ、感化ですね。やもう、やもめのような、弱いものも侮らず、強強なものをも恐れない。 深く謙遜と事態を取り守り「真をして位を人に譲りました」帝党大豪が戦後を立てようとした時甲が面と向かってその悪座をそしったあの道理をはばかりつつも人を惑わす慣例の旗頭主白の類は甲が準右将当校を手ずから断崖したこの事実に懲りながらしかも上下心を合わせ残賊の都として入り乱れて制度を歪曲し ついに産後を建てることに成功して人人賢者を退け負い親,親戚一族まで中止損のうたしかも甲はご師書屈原のごとき冤罪を被り遠く朝廷を去って両国に疲れそのため朝政は崩壊し皇期は仕官し廃れ気球存亡の災いまだ落ちないとはいえそれは 髪の毛でつなぎ止められているようなものでした死に人のここに棒する報告転水すとあるのはこうのことにあたるのです注釈ただいまの引用は「大河専業の死」「政治が悪ければ賢人も逃亡し国家が疲弊して滅ぶ」この転水っていうのはちょっと難しいですけどこの「天」「一字目ですね「天」というのが スキル人という意味で、水というのが、2文字目ですが、病という意味、憔悴するとかの水でしょうか。この時にあたって、宮中には世継ぎの君がなかったため、当県は住職をよりどころとし、その上、不死一族、とりわけ不幸剛の講演を受けており、いずれも罪を天下に得ていること、旗を中山の国に結んでいることを自ら知っておる。主釈 最後という人は中座の風太公を斬して祝祖の罪に陥れたこと中座の風太公これはですね平定のお母さん 帝のお母さんは中,中山うああそうか中山う封将棋ですねだから風将将棋と言われた人 続き行きますね。風ですね、風。風対抗のため、行為に、えーと、元っとい不対抗が中佐の風対抗を斬して、宿祖の罪に陥れたこと。 ですねえー、と平定が中山王と言われているので、はいえー、続きいきます「旗を中山の国に結んでいることを自ら知っておるされば必ずやその憂鬨を同じうし近鉄をも断ち切るほどの強い友情で互いに助け合うていたにそういないが 先定の意匠を盾に取ってしきりに懲罰中殺を行い己の意味はばかる人物をまず覗き去り己につく人物を急ぎ引き寄せついに勝っての冤罪をし注釈ただいまの冤罪というのが平定は必ず風対抗のため行為に立つことができないとしたことを戻ります。 さらに、喪失の疎遠な親族を召すなど事の勢いが拡大することは決して固くはなかったのです。注<釈>事の勢いというのは相手が崩御の上は帝府当剣が異性と称して吐を結び、えー、帝大鼓帝大鼓停止ですね。 定期といった人、まあ、相手のお母さんですねそれから不太閣というのはおばあちゃんにあたるわけですねで当権っというのがあの重心というか犯行を預かった人ですね幸いに公が立って朝廷に入りすぐ当賢とその一党を退けました。 当時孔は独特の先見の目を巡らし何人も当たることのできぬ意を振るうたがそれは美目を釣り上げて眼色を厳しく激怒し都頭がまだ堅固でないのに乗じてその棋戦を制しようと奮い立ってえ術略を発動し敵陣を挫折させ,て挫折させる程度のものゆえたとえ彼らの中にモンハン・藩回駆のような勇士がいても 平人を取って刺すに至らず処理師のような知者がいてもその知恵を巡らすに至らず帰国師のような弁舌の師がいたとしてもつかの間もその弁を振るうに至らずかくて刀剣はその魂を失いついに自らくびれて死にました人がかがとの向きを変えるほどの日,日が影を映すほどの暇さえかけないでにわに四方へ払いのけ 改めて朝廷を安泰に致したのです。「陛下でなくては功を引き立てられなかったでしょうし功でなければこの災いに打ち勝てなかったのであります。死にこれ師匠法これこれ揚々たりかの武王を助くとあり注釈 以上は大河イ明の死師匠法は軍師である太公望両将ってことですかその武器は鷹の飛翔するごとき勇ましい勢いを持って陰にカタンとするあの部を助ける戻ります孔子の言う「秉なれば」すなわち「講あり」とはまさしく講のことにあたるのです注釈「秉なればうんぬん」というのは論語「用か。 瓶というのは俊敏努めるとも読める。戻ります。そこで、甲は厳重して元の止水国の宰相憲法。体験の例。玄官を召し入れて、注釈体験は先制武侯の星団、大司、馬校、社旗、将軍俊と共に社職の方針を立て定め。 不折を報じて、東の中山から首相を迎えしたため、その功労を音読によって、皆それぞれ、封を受け領地を増されて、国の名神となりました。書に、人を知るはすなわち鉄、とはまさしくこうのことにあたるのです。注釈、ただいまのは愚書、功用も、人を知るは明智、明らかな知恵による。 宗教は皆宗の徳に簡単し共に宗の功を盛大なりとし宗教に棄権されるからには宗を安官公と賜い二権を増し放ずべきであると言ったが宗は一切受けませんでした。記録によれば新法書はその国を存続させた功労の報酬を受けず安平中は姓の稽古を補佐したための法を自邪して受けなかったとあります。 注釈安平中というのはいわゆる性のタイフである安営、安氏ですね。安営ですね。新宝書はそのタイフ、後の侵略に対し、果たしを解いてその兵によりそを救うた。戻ります。 孔子が譲り合う心で国を治めることができたとして、何の難しいことがあろうと言ったのは、まさしくこうのことにあたるのです。注釈、ただいまは。論語、李人編。<coughs> 皇帝のため。 妃先を定立するにあたって、役人たちが候補者の名簿を法廷し、皇の娘を主位に連ねました。皇は深く辞退したが、迫られてやむを得ず、ようやく見事のりを受けました。親子の上愛は天性の自然で、この英気を望むこと、我が身のために望むこと以上のものがあるゆえ、皇后の尊貴は天使に等しいことからしても、当時の機会は潜在経由のものであったのに、皇は国家の大統を 資料して大福の恩を辞退しことごとに謙虚にのぞき謙虚にしりぞき驚き騒いで孤児しました諸人旬は有徳者に譲って自ら都合としなかったとあるのはまさしくこうのことにあたるのです注釈以上は愚書春典 こうは事例を受けて以来今に至るまで日々よくよくと勤勉に慎みつつその職に努め日々そのとこを新たにし平素の行いをより一層増し収めて国々に号令し国々に命令し質素に従い契約に努めて世俗を強制し私財を裂き加算を傾けて持って軍心を引き我が身を抑え公平を保持して後継に押し及ぼし子に教え 学問ををたっとんで国の風化を高めました甲はその下植に布を着せその馬の飼料に穀物を用いず甲の飲食の材料も人並み以上でありません死に温温たる教人と人は木にとどまるがごとしとあり注釈生が生涯の死物柔らかな慎み深い人は木から落ちるのを恐れているかのよう戻ります。甲氏が 食らうに宝食を求めず住むに安楽を求めないと言っているのもまさしくこうのことにあたるのです注釈ただいまは論語各事編の引用己に勝って自らつめ粗末な食料をこうてかつがつ用を足し日用の品は市場で買いその日暮らしで貯蔵しません注釈 ただ自ら営み作ることによって交渉の利を損なうようなことをしない意味例えば畑をちょっと作って何かこうやお野菜作って家庭菜園をしてまあ家で食べるものはそれで賄、まま、いますみたいなことはしないということですねまた上書して公害工程が増された法由を返上し線を納入し他を献上するなど元からの財産をことごとく投げ出して 州のたために率先ししましたこうして大将皆輪に向かい特風を受け歓歌に従って外は王行列行より内は医薬事業の信までが急前と時をなじゅうしてそれぞれ所有するものを投げ出しあるものは金銭を入れあるものは電報を報じて貧窮を救い足りないものに窮しました昔その霊院私文は精霊して明日に夕べのことを考えなかったし 牢の講義士が己の菜園の木を食べなかったのはまさしく甲のことにあたるのです。釈あの木を食べない。この青いというやつですけど、これなんかナッパみたいですね。えっ、ー、と、鉛符の、鉛符、公園の絵に夫、鉛符の利益を奪わないためで、木は野菜の名前。 だから自分の家庭菜園でまかなわないってことですね。門を開いて死を招き死も白奥に及びしばしば朝整を反省し百貫の行政を創刊し自ら宗牧群衆以下に席巻しその平素の古内を考察しその黒白をつまびらかに知りました。住職白白というのは白房で 白いがや白棒で屋根を拭いた家瓦ではないってことなんでしょうかね「癒やしい者の,の住む家庶民のこと」「死に祝や怠らず持って一人に就こう」とあり注釈ただいまのは大河上民の死一人というのは天使のこと。 駅に終日献献し、夕べに敵弱として悩む、とあるのは、まさしくこうのことにあたるのです。注釈、今のは、剣の果、旧差の公示、献献は反復して道を務め励む、敵弱は恐れつつしむ、霊は悩む、という意味。不祖以来三世続いた参考の行為にあって、 再び天使の崩御を見送り最小の職に続いて国家を鎮安しために司会に人が服装しその書を所を得ていない者はおりません書に大録に入れて烈風雷雨に迷わざりきとあるのはまさしくこうのことにあたるのです注釈ただいまのは愚粋愚粋愚天山の麓の 広大な林に入れたところ。俊は烈風雷雨に大手も迷わなかった。こうしたことは皆上代にも稀有なことであり、右往公職にも行いがたいことであります。 しかるにこうはその収支を金ね包んで一貫しておられ愚備すると申すべきであります。それゆえ三年の間に教科は神のごとく迅速に行われ、随唱が次々現れました。これはなんと陛下に人を知る名が終わりのしるし、賢人を得られた至りではないでしょうか。それゆえ一人我が君が天命を受けられたことのみならず、信羅のせいもまた虚しいものではないのであります。 さればは黒玉を賜り注釈この原型というものですけど注釈治水の甲による、まあ、黒玉を賜原型を賜る宗公は天使の霊である公使を行うことを許されました。 思うに王者は天の下した建材によってその用を達し達し天の功を独占しようとしないものです功 <coughs> の徳攻を計り知ってこれを天下の功績とし功の勲功を見てこれを万世の基礎としたのです。 基礎がなってしかも少子がこれにそぐわずまた灰は,はそぐうですねそうですねそぐわずまた後期が立ってしかも褒奨が沿わないのはまことに国家を圧をし天の心にかなうゆえんではありません。 法皇帝の元君に対する報書を帰り見ますに、小国小家は法有を媒化され、さらにまた破格の礼具をこむってことを想像して名を名乗らずともよく、電柱に行って小息に走らなくともよいとされ、その親族で報ぜられた者が十人余りもおりました。善を楽しんで開くことなく、小を分け与えて物をしみせず、癒やしくも一策一計のある者には、必ずこれを。 これに、を与えました。それゆえ公孫は、位は牢に充てられ暴灯籠に選ばれたに過ぎなかったが反界に範囲のないことを明らかにした一時だけで牢官の身で2,000個の優に報ぜられました注釈暴徒籠というのは先駆けの騎士先駆の騎士公文皇帝は孝公を奉承して一万個を増し奉じ、 黄金五千金を賜りました。後部皇帝は軍港を慎み、記録し、三万戸を裂い衛星を奉仕、聖の三人は、あるいはまだ、無月の中にいる者までが、皆通行となりました。注釈、この通行というのは、列行のことです。もともとは、鉄行と称しましたが、鉄、武帝の意味などの鉄を避けて通行と改めた。 皇帝は各校を検証して有効を増しそれにつれタグーてほうぜられた者が3人ありひいては兄や孫に及びましたそもそも高校の時間室は外半平の健吾によりうち主教校の甲骨によりまた諸将のえー、と官室異業によりそれぞれ互いに助け合う形成によっていたため外籍 漁師の真摯がいかに醜悪であろうとも要するにその野望は必ずや遂げられなかったに違いなく注釈一説に衆醜いというこれですけれども衆あの大衆の衆とし高校っていうのがこれ衆ん高校ではなく 周、ねえー、没は漁師打倒への努力は多大であったけれども旅行の財政中はその目的を達成できなかったとするうん戻ります。 高校各校は常任の住職を占めて対象の意向に乗じかつて次世の不利に負うたことがなく外に会うて位を去りあるいは朝廷を離れたこともないのは朝廷の寺社たちでこれと同類でないものがなかったからでそのためことを再生することを久しく政務を全て長年に渡たったのです。 がって、功労があるといえどもよりどころがあってのことゆえ容易でありしかも功にはなお計算が不十分なため誤って人を飯用いた兵がありました永世高尊重に至っては うんはいえっ、ー、と永世高尊重に至っては逃亡の功や一元の労に過ぎなかったのにしかもなおいずれも山ほどの賞を得ております高校各校の業績を評価いたしますに 作り出すこと、よりどころあることでは、衛星高村獣の場合に比べ、天地の差があります。しかるにこうの場合は、さらに行政上の功労があって、神は、かう、宗公の公とその流星を等しくしているゆえ、両者の報奨を兼ねて保うべきものであり、どうしてここに列挙した人々と、ただ同日に論ずることができましょうか。しかるにこうは、 かつて衛世らのような工具を被ることができませんでした神はまことにこのことに惑いを覚えます功労が無限であれば生も無限であり注釈この無限というのは原原というのは量測るの量の意味すなわち測ることができないほどの功績があるの意味 徳が無無であれば法も無権である。注釈この剣というのは局テレビ局とかの局の締めくくる無限に同じ締めくくれないで無限と同じ等身は聞いております従って西欧は宗公に包丁を与えるのに法百里の限度を超え旧跡の極根を極限を 超えてほう700里の地域を許し注釈旧跡というのは勲功のある者に賜る九種の品物荘園二国の民を兼量させ属国としての不要ですね属国としての院の移民陸族 注釈陸族は上司、女子、小司、作詞、長赦詞、美赦詞の6。大路、大帰、注釈、大路は天使の車、大帰は旧機の9つの旗の一つ、交流交わる龍を描く。候補の半弱。 注釈方法はかの諸行の名半尺は耐久大弓の名前太鼓のと孔もとい注釈太鼓は太鼓じゃなくて過去の孔過去の孔っていうのはあの微笑みたいなものでかに同じ孔というのは半分に切った玉大祝大宗大木大師の書簡 微物注釈この微物というのは服物お洋服の服に物で服物調停の意義を示すものすなわち車旗不越など不越斧ですね <laughs> 古典思索しもべ息注釈息は 病に常時備えておくあるいはこの「い」というのは法で法律の法で「器器に「法章、すなわち「法のかたどり」「法章というのは規範の形のある意味「白母の犠牲」「執着」「白母」というのの「母」は白いお牛「孔子防災」の例などを賜りました。 執釈、防災は三世を望んでこれを祀ること。西欧は宗公に、おじうえよ、あなたは元い、私はあなたの長所を立てて炉の君としようと言いました。執釈、以上、詩、炉小、貧丘、非筆急の詩。 聴子とは八禁を言う。不死が共に招かれ、拝してこれを受けました。法にどなく、生に限りのないものと言うべきであります。ただ、それのみにとどまらず、六人の子がすべて放ぜられたのです。死に、言、持ちいられざるなく、得徳、報いられざるなし、とありますが、注釈、以上、大我、 欲の報奨はその時に相当しなくてはならず相当しないのは報奨ではありません近頃の事実について見ますに酵素の時の薬定では薬匠では粒子でなければ王になれないはずであったのに薄雲は調査に王となることができ執借薄雲というのは御勢のことですね 御事の利が下ってその忠義が称えられ法令として定着しました非常の信頼があったことは明らかに四規則に関わらないのであります春秋によれば秦の東皇が義皇の策を持ちその結果中国の諸国がこれに服従しました帝白が学人楽器を献上したので当皇はこうにその半ばを賜いました え義公、ね、が固く辞退すると信仰は申しました「君がいなかったならば家人すなわちわしは甲賀を渡れなかったのである一体性というものは国家の天すなわち定めでありやめることのできないもの君を死っていうのは君ですね君をこれを受けようそれこれを受けよう注釈以上差し伝上皇11年 儀皇はそこで近跡の音楽を持つことになり春秋がこのことをよしとしているのはその臣が忠を尽くしながら皇を辞退しても君が真を知って賞を行うたことを認めるからであります。今陛下はすでに皇には宗公のような功労、徳託があることをご存じでありながら西王が行うたような報奨を行うておりません。行うておられません。 ついに皇の孤児を黙認なされて春秋の明らかな義理を顧みないならば顧みられないならば親民は一体何を讃え万民は何を述べればよいのでしょうかまことに国を治めるゆえんではありません。親愚かながら皇の報告を宗公の国ほどに大きくし皇の子を宗公の子八妓のように皇に立て多毛品も皆あのようにし。 子たちの抱擁も皆宗公の6人の子のようにすべきであると存じますそうすればたちまち軍神は公然と忠義を尽くす心を明らかにし庶民は御恩徳を討然と明らかに感じるでありましょう神がもし誠に忠義を尽くし民がもし誠に恩徳に感じますならば成就できない王子などあるはずがございませんただ陛下には深く祖宗の深き尊きに尊さに 思いを致され、謹んで上天の戒めを恐れたまい愚春や州の生成にのっとりかたどって八斤が受けたほどのたまいものをことごとくお与えになり宗行が受けたほどの褒章を惜しまれませぬように天の設けた方が後世の大元となりますならば天が誠まことに幸いでございます。 はこれを後継たちに示し彼らがまさにそれを議論論議していた際たまたま旅館の事件が起こったはじめ大門は権力を欲しいままにしたくて大公に根上した先に相手は皇位に立つと恩義に背いて自ら外籍帝府西をたっ飛んで国家を騒がしみ出し帝というのがお母さんの 定,対抗定,死定期とかいう人ですね。それから不退行というのはおばあちゃんですね。ほとんど社職を危うくするほどでありました。今帝は御用商ながら皇室の体操を継ぎ政典のお世継ぎとなられました。よろしく王者の一等事業の大義を明らかにし全体のことを慎み後世の宝刀すべきであります。そこで憲法を使わして行事とその組紐を奉仕させ。 そのまま帝母英吉を拝して中山高王公とし帝宮英峰と峰の弟元に借寛太公を保うたがいずれも中山にとどめ慶視に来ることを許さなかった。 と要するに何か私さっきちょっとずれたこと言ったかもしれないんですけども限定の奥さんまあ王政君という玄皇と言っているまあここで太抗と言っている人はまあ皇后だったんですかね限定の。で将棋だったのが不死不太抗という人でこの人 の孫が相手ということですねそれから玄帝の、うん、やはり将棋で風対抗という人ですねこれ中山皇后を産んでいてその人がこの英紀という人とを、えー、この英紀という人と入れてですねそれでその子供が平帝というわけでまあ平帝もだから 孫ってことになりますかね原点のうんはい、えー、続きいきますちょっとなかなかややこしいですけれども続きいきますねはい大桃の子卯は大桃が栄子を遠く隔絶し阻害するのは正しくなく帝が成人されてから恨まれることになるだろうと恐れた 王は早速密かに人をやって、英法、この定級の英法らと文通し、定母から定母英気ですね。まあ、要するにこのお母ちゃんの英気ていう人の、お父さんなのかおじさんなのか分かりませんけど、まあ、定級ですね、英法。定母から上書して入居を求めさせるよう仕向けさせたその遺妻は、 栄光伝に記載したちょっとごめんなさいねここを見れば分かると思うんですけどはいしかし大門はそれを許可しなかった王ウはその死五章昼着五章のことは樹林伝に出てくるおよび妻の兄旅館とともにそのことを相談した五章は 王がいさめを聞き入れる見込みはないがまた鬼人を好んでいるので変見をしでかせば王を驚き恐れさすことができると思いこうした類のことを推し量ることによって政権を英氏の手に帰属させようと王浦に説いた王浦は直ちに旅館に言いつけ妻の兄ですね義兄弟の旅館 にいつけや反血を持たせ王母の庭門に注ぎかけた門門礼によってことが発覚し王母は王うを捕らえて獄に送り王うは毒薬を飲んで死んだこの人が長男さんですね王うの妻円氏は王うの妻円はこれが旅館の 妹ってことですかね両,両縁っていう人なんでしょうか。こう身ごもっていたため獄につなぎこう産み落とすのを待ってこれを殺した。注釈罪ある妊婦を軽視しないのは個性であり王もは個性に義した。まあ今もね日本はそうだと思うんですけど。あの 富木のなんか短編にありますねそんな話が。黄門は王が旅館らのために道を誤り流言して周を惑わせたことその罪は慣縮や祭宿と同じであります。神はあえてて隠し立てをし立をないで 「これを忠しました」と相乗した県官らが対抗に申し上げると見事の理学だった「そもそも行帝には不祥の子短所がおり宗の文王には官縮細縮がいたいずれも聖人でありながら愚かな子をどうしようもなかったがそれはその本性が変えられないからである安官公は宗公のような位いにいて征王のような主,、えー、主を主を助けしかも 蔡に対するような中罰を行うたのは心身をもって損損を損なわないもの注釈心身損損ですけれどもこれはですね心身というのは「私心私の親」と書く「私心を親しむ」の「私情」「損損」は子孫をたとぶ大義戻ります。 陳は深く満足に思っている昔周公が四国の公営を注した後注釈四国というのは三冠すなわち三、えー、つの監督の勘ですね周代に院の移民の統治に任じた官武功勘縮採縮を言う、まあ、この人たちが背いた注した武功と という人ってあれですか、うん、まあいいやえそおよび Y これで4人で、えー、四国の公営をっていうんですかね広大などっかは成就し刑罰は不要となるに至った公与君よ公与、えー、っていいかなそれ国を助けることに専念して太平を致そうと着せよ 王門はこうして英氏を中滅しえー、と要するに平定の、まあ、お母さんの一族ということですね英氏を続滅続滅中滅し旅館の獄を徹底的に求追求して平素から自分をそしっていた、まあ、息子の 奥さんのお兄さんですね、旅館ごくを徹底的に追求して平素から自分をそしっていた軍国の豪傑どもを連座させうちは警部公主この人はですね警部公主は先帝の娘で元帝の妹にあたる人警部公主両王立公用公龍平野公神羅に思い及び 陽光竜っていうのはおじさんですかね死者に監視脅迫されていずれも皆自殺した死者が百をもって数えられるほどであり海大が振動した大芝五軍法が損上した安官公はう右が関斎に等しい罪にち陥る という不幸に遭いました子に対する愛は至って深いものであるのに提出のためにはことさらにあえて市場を変りみようとしませんでしたそして王羽が罪に負うたことを思い毅然とし行通りを発して八辺の書物を作り子孫の戒めとしましたこれは軍国に販布しまた学館で教授させるべきものと存じますことの処理が軍警に下げ渡されると軍警は 義して天下の役人で皇の戒めを暗唱できた者はこれを管理東用のための名簿に記録しこれを後継になぞらえるようう太4年の春皇嗣して皇宗天神に廃止し宗主して皇文皇帝を上古の帝王に廃止した。 4月定日大坊の娘が皇后に立ち天下に大赦令を下した大師と司直陳数ら8人を個別に天下へ派遣して風俗を視察させた大砲春らが掃除していったこの春はいとこですねいとこじゃなくて。 えーとまたいとこって言うんですかお父さん同士がいとこ春秋に高徳の大義を列記してその最上の者は御徳を立てることその次は功労を立てることその次は立派な言説を立てることとしていますが注釈以上は指伝上皇24年。 これは甚ははだ取得の体験であってこそできることでございます。人身であれば生前に対象があり、死ぬ時は重心として終わったことになり、院の委員や州の宗公がこれに当たります。民の上書する、えー、以上ですね、ここまでですね。民の上書する者が8000人余りにも達したので後継が見ないった。委員は阿公となり、宗公は大塞となりました。注釈。阿公。 とと、えー、ももに祭祭の大そうですね宗公は7人の子の奉酌を受け上皇の賞をしのぐものがありました宗酌上皇というのは、えー、逮捕と逮捕参考の上位であるゆえ上皇という陳数の言うようにすべきであります。 上層部が役人,役人に下げ渡された役人は先に増し報じた二件。役人は先に増し報じた二件及び高優秀深夜の電を高に返すこと、委員と周公の称号から取って高に最高の号を加えること、えー、と阿高と対賀を ミックスさせてるってことですかね上皇の位につけることその俗刊の実を600席とすること参考がことを言う場合あえてこれを言うと称すること注釈、えー、押し切って意見を述べる仁君には還元のあえて言うですね還元の真があるという参考も大もはばかるべきであることを表す戻ります。 軍理は公と名を同じくすることができないこと外出には鬼門の20人雨林の30人注釈雨林というのはもっとちょっとごめんなさいね雨林というのはどっか抜けてますねまあいいか え鬼門というのは官名で長官は僕や軍え武器を持って操縦する雨林は宿営の官えー、とちょっとちょっと戻りますね先に増し報じた二件というのは少量と神速 戻ります <laughs> 前後を守る大社10代を従えること河野大夫人に業を保て後見君と称し職有2,000個を保うこと黄金の陰と赤い組紐を廃用すること河野男子2人を奉じ、安を法針公林を小徳ーとすること皇后の平均を 3700万銭増して都合1万万銭とし1億ですね持って大礼たることを名帳にすることなどをこうた大公は前田に林御して自ら地を奉じ官を授けた安官公は前例で拝礼し二人の子は後列で拝礼すること 前列ですね安官公は前列で拝礼し2人の子は後列で拝礼すること宗公の孤児にさながらであった大門は軽主して注釈軽主は頭を血まで下げる敬礼軽主して辞,れ辞退し退出してから法事を奉りただ母に対する称号のみを受け安と林の院お及び法号と爵位固有を奉還したいと願うた。 ことが大使甲羅に下げ渡されると、皆互いに昭和厚労に相当させるにはまだ足りないが、謙遜と節約と事情は功の変わらぬ節操であるから、結局は聞き入れないであろうと言った。大門は一見を求めて固く辞退した。皇后は見事のりを下し、皇は接見の度に、 頭し、涙を流し孤児してきたが今や書面を持って病と称し引きこもっている誠に孔の事態を聞き入れなお引き続き政務を見させるべきであろうかそれともあくまでこの書を行って邸宅に帰らせるべきであろうかと諮ったーラは答えた「トと凛は親しく陰と銃を受けたのですから事例と称号とは天に通じておりその死意は明白であります」。 いう少量深夜の電話収入が最も多くこれを皆孝にとどめようにも孝は自分の犠牲において国の強化を成就したいとしておられますのでご長居なさる方がよろしいと存じます太平の地下は世代ごとに成就すべき事柄でありますゆえ最高の官は世襲させるべきでございません平均のことは皇后を尊ぶからであって孝のためではありません また光健君の固有はご一心にとどまって後に伝わらないものであり、方針、小東の二国は合わせても三千校、はなはだ少ないのであります。中心の節義もまた自ら屈服させて主上の義理も伸ばすべきではあります、伸ばすべきであります。大師と大師区を使君を捕わして旗印を持ち御事の礼を受けたまわらせ、速やかに朝廷に異り、政務を見るようこうに。 この上さらに公の事態の層を受けることのないよう証書に称されますように帝のりされますようにこの上層が再下された大坊はそこで立って政務を見上書していった「神は玄樹二年六月母後体操の慌ただしいよ新徒公として案内されて美容宮に入り行進 大芝を拝命して参考の位に当てられました。翌、元氏元年正月平身、大夫を拝命して、郷安官公と賜り、司法の官に賜りました。注釈司法の官は、太使、大夫、大夫、小夫、この話は前に出ましたね。今年4月公使、 また最高を拝命して上皇の位につきました。臣も私王も伏して自ら思いますに、尺は新都皇であり、剛安官皇であり、官は最高、大腐、大芝であって、尺位は高く、称号は尊く、また官位も重く、一心に体調を五つもいただいており、誠に私ごときものの耐えうるところではございません。 三年によるに天下はすでに実りを回復しましたよって先に省いた感触は皆これを復活すべきであります。国領殿に天使の大臣は西大臣は視界に通ずとあります。注釈、以上は紀行9年および30年。「新愚かながら思いますに最高の官は百両を正し海大を平らかにすることを職分といたします。 しかるにその官員の真すなわち印がないため名実が伴いません。真盲には私王盲には献刊できるほどの才能はございませんが今成長はすでに誤ってご採用なさいました。真は魚師に高て最高の印を告しその都承を最高大夫大芝としたいと存じます。ができましたなら 新毛に私大毛に授けていただきたく大夫大芝の委員は返上いたします大公が見事のりしよろしい紐は小国と同様にせよ陳が森林してそれを授けようと言った大毛はそこでまた増加された平均のうち一千万千を長落級の長魚で太公の供養を放ずる者たちに贈与した注釈長魚というのが 何回も出てますけれども職名で太公に仕える女官大宝春が草原した天賀は公が戦場の国ほどの報道を受けず板金の財宝を辞退しながら資材を賛じて千万を数える千を施したことを聞くならば強化になびかぬ者はいないでしょう 食軍の男子ロケンらは訴訟をやめ恥じて退いたほどです国境の他を争うた愚勢二国の君を分能がその徳によって退かせたこともどうしてこうに勝るものでありましょうこれを天下に告げ知らせるべきでありますことは再化されたかくて最高は外出するとき大一を前後に十代ずつ 食事小書老事業士越写、中高門鬼門雨林の師を従えた最高は常時節、すなわち旗印を持ち急死した時は越車が代わってこれを持った最高の続館の地図を600石とし参考も安刊校に対してはあえてこれを言うと称することになった出釈、これも。 これはあの先ほども出てきたんですけれども「塩分でしょうか」ということです。この年黄門は上昇して明道壁を霊台を建て注釈霊台というのは ウテナの名前名堂が天使,を天使が政務を取るところ壁用は大学学者のために一万区の家を築き市場に常磐層を作るなど制度を立てることはなはだ盛んであった落っきょもしくは学系を学館に立て博士の定員を増して一系ごとに5人とした。 天下の一芸に通じ、十一人以上を教授したもの。及び、一例。注釈。来。の方がいいですかね。古文来教。五十六篇のうち、儀礼十七篇を除いた残り三十九篇。古文の書。注釈。古文、つまり古い文字で書かれた文章、あるいは古文の小書のことか。戻ります。孟子、週刊、字画。 天文、都心、勝率、合僚、兵法、紙幣、文字の類を注釈。この文字というのは、えー、習慣。習慣は習来のこと。自我は最古の辞書名、文字の字に。 書書、書物の書文字辞書名、都心は未来の吉凶を予言した文章、勝率は将のまあ将という金というあの楽器ですねの音律に関するもの月亮は毎月の精霊の規定紙辺は紙偏文字は市中の作った大天の文字。 戻ります以上ですね所蔵しその死因に通じているものを召して皆後者に出頭させた注釈後者は天下の上書長所お召しですねのことを司りまた対象者 御事ののりを待っているものですね対象者が証明を待つ御事のりを待つ感謝天下の得意な才能を有する死を網羅し参集した者が前後1,000人に及びそれぞれ皆宮廷内で記述断論させてその誤りを正し異説を統一したという。 軍神が遭上していった昔周公は天使の位を継ぐ世継ぎを報じ上皇の将校の尊位によりながらしかもなお7年かかってようやくその制度が定まりました一体明道壁用が千年の間廃れて再興できなかったのに今安官公は名族の家から起こり天陛下を補佐してここに4年その功徳はさ然と輝いております。 講は8月の初め八月の初めて白の生じた光子に指名を報じ注釈この光子というのは陰暦16日白というのは月の輪郭の後期の光のない部分お問い は8月の初めて白の生じた講師に氏名を報じて参大し部役を課する命令書を用い出向いて造営を付加されましたのでここに翌心中寿政や庶民が大いに和らぎ返して10万の州が並び集まったため促し急がすことなく作業ししかも 20日で大事業が完成しましまた。行春の事業や青州の造営も「注釈、青州というのはいわゆる「州の都」の落葉。青州の造営もまことにこれ以上のものではありません。最高の位は諸高王の上にあるべきですし壁を上に載せた束縛「注釈、一束の絹束縛」 白の両端から相向かって巻きそれを一両とし五両を一足一束とする壁を加えたものを最も重い霊物とする大国の王の乗車安車各一台注釈安車は座上の商社小車老人婦助用リバ西を保うべきでございます注釈リバは車に 二列につける馬、「死」というのは一射四馬「二四で計頭御トン「りを下してよろしいそれ旧跡の方を論議せよ」といった注釈「旧跡」というのは功績に対し特に賜う旧種のもの。 シャバ衣服く、えっ、ー、と、がっ、がっけん、っっていうんですかね、あの楽器をかけるやつ、かけるという字ですね、剣のに、けに心、心剣んに、けに、心のやつですね、楽器それから主、しゅこ、塗りの、門ですね、と、と書きますけど、もんですね。 それから農兵、農乳の農に陛下の兵で、雨だれ受けの内側に設けた膝橋次に武本、武力の部に、古墳の墳の作りの部分ですね、いわゆる古本、有志のこと。それから鉄布、鉄の斧、九詩、九子弓矢ですね。それから巨蝶というのは、黒きびと右根草等を醸して作った最小の酒の九種。 巨蝶は,はですねちょっとこれ難しいですね何て言うんでしたっけこれ箱構えじゃなくてちょっとちょっと難しい字ですね憂鬱の鬱の真ん中のところにあの合口の「火っていうのが入るやつですね戻ります 冬、大風があり、長安城の東門の屋根瓦がほとんど吹き飛ばされた。五年正月、明堂に交際し、昼食交際は、 先祖を大祖の病に合する諸皇王28人烈公120人喪失の子90人が900人余りが召されて祭祀を受けた儀式が終わって公選帝の総尊神羅36人を報じて烈公としその他の者にも皆奉公を増し尺を賜い金や絹を焼死してそれぞれ佐藤があった。 当時大網が深夜の伝を受けなかったことについて上書した役人や人民は前後48万7,572人に達しまた諸侯王公,公、烈列喪失で首上に謁見した者は皆高騰して速やかに安官公に賞を増加すべきを根上したそこで大網は上書していった「秦は外籍の身寄りとして」。 順序を超えて好意につきながら未だ行為にかないまつることもできないでおります。伏して思いみますに陛下のご聖徳はいや高く転移を受けて個性に匹敵されようと霊を制定して民を治め音楽を創作して風俗を改められましたので司会すなわち天下の人々が奔走し諸々の恵比寿が並んで集まり来たりまたその自して去る日 涙をこぼさぬ者はおりません。これをどうして真心のない虚しい振る舞いであると見ることができましょう諸公王より以下役人庶民に至るまでの皆が諸公王より以下役人庶民に至るまでの皆が親網には私王網には神陛下と カフの円弧があり注釈カフの円カフカフのゆえにカ、ね、というのはロ足ですねフがトウトウはですね竹かんぶりにマようですねカタカナのマヨージのようですね 裏の,頭の裏の白い皮足とその白い上,上の皮とか上側上皮とか軽く薄く付着しているような円弧まあピタッとついてるってことですかね。<coughs> 元い 親孟には、神、陛下と家父の縁戸があり、また諸を司ることを得ていると知っており、功を期し、徳を連ねる物事に、親孟について余計なことを言うております。親は諸公が陛下の御面前で、親のことについて根性する様を目の当たりに見るたびに、冷や汗を流して恥いらなかったことがまだかってありません。 生来愚かで卑しい者ながら誠実で自ら徳が薄いのに地位が高く力が乏しいのに責任が重いことを知っており朝な夕なに恐れをののき成長を侮辱してはいないかと常に恐れております今や天下が太平で風俗が等しく百番が基準していますがこれは皆陛下の聖徳が自ら慈しみたもう宝であり太子公太保春らが政治を補佐し 軍警大夫にも府中不良の者のがおらなかったからでありさればこそ5年の間にここまで成し遂げることができたのであります。私大門は実は何らの奇策・異望を持たずただ対抗の聖唱を奉承してこれを下々にあまねく施そうとしただけなのにその10分の1も果たすことができずまた軍大 軍権の計画を聞きながらこれを条文しようとしてその十分の五も伝ええない次第であり無罪の無益の罪を受けるのが当然でありますのにそれにもかかわらずあえてしばらく神戸を保とうとしているゆえんはまことに神陛下の予行を被り私も軍港の敬意を頼んでいるからであります。 陛下は皆の言葉に背くに忍びずその上昇を義者に下げ渡されました先に信も、私王もは直ちに相乗しておやめいただきたいと思いましたが結局それは許されそうもないと恐れておりました今やすでに大霊も終わって祭りを助けていた者もことごとく自去しましたのでやむにやまれず申し上げます。区は、 義者に下げ渡された増上文はこれをすべて取りやめて放蕩させず、芯も私を思うに力の限り霊を制定させ額を殺到させていただき等ございます。今日ですね。即興させていただきたいといただき等ございます。ことが成就すれば、これを天河に伝え示し、あまねく階大に押し及ぼしましょう。 もし避難されるところがあれば、秦・も私・王門が、主情を欺き、朝廷を誤った罪を受けるべきであります。もし他の咎めがなければ、寿命を全うし、辞職のお許しを得て、家に帰り、道を賢者に譲る、これが真のひそかな念願であります。陛下にはただ愛させられましてこそ、幸いに存ずる次第です。 官らが大公に上し、御事の利が下った。よろしいただ河野皇徳は天下を照らしておりそのため諸侯王公、列公喪失、諸世利民が旧善と一致して言葉を同じゅうし列をなして旧門宮廷を見守っているゆえ彼らの僧文を役人に下げ渡したのである諸侯や喪失の者が辞去した日彼らは再び我が前にまみえ重ねて述べた。 して下がらせようとしたがなおさ去ろうとしないので初夏4月にその賞を行おうと告げると誰一人喜ばぬものがなく万歳を唱えて退いた今うは謁見するたびに「すぐ涙を流し口頭して賞を受けたくないどうしても賞が加えられるなら位にとどまることはできない」と言っている。を制し学をし起こす授業がまだ 成就されていない今ことは功を待って決められるのであるそれゆえしばらく功の意に従うこととする礼学の政策のことがことごとく成就したならば軍校はこれを条文せよ先の儀を押し極めその旧跡の礼儀を速やかに創上せよそこで後継大夫博士義郎烈光長潤ら902人が皆行った 聖帝名王は賢者を招き能者を励ますため、聖徳のある者には位を他行し、対抗ある者には賞を圧します。それへ重心に9名と上皇の尊位があれば、旧責等々の恩寵があります。注釈9名というのは9尺に同じ。 九尺等々等々登るに等しいこれ上等常に等しい上等に召喚すること上ること今九族は親しみむつみ百姓はすでに明らかに正され 韓国は共和し庶民は和楽師注釈以上の四句ですねえー、とここが書愚書行典の字。 旧族は親しみむつみ旧族親睦百世紀章万国和教礼民寺王ここまでが引用ってことですかね神聖な随調はことごとく集まり太平はすでにあまねく行き渡っています帝王の生成として陶具の才よりも盛んなものはなくしかも陛下の知性はそれに匹敵いたします 中心の大公として委員修公よりも著しいものはなくしかも最高の功績はそれに並ぶものでありいわゆる時をことにして起こること負を合わせたごとくであります。謹んで陸芸の通義の経文に現れているもの習慣来期のうち現在に適するものによって救命の賜物を作りました釈、これが賜物を作りました。神羅、 釈を命じたもうようこいまります僧が再加されたその作所に言う純釈作所というのは命令書これ元始五年五月後院大公太公は前殿に臨与して殿上に招きのぼし親しく最高に見事のりして言うこうよ 前へ進み入れて巨神に陳の言葉を聞け先にうは公正皇帝のために宿営すること16年に及び策を入れ宙を尽くしたこと厳正して元の定領公純右上を中止持って乱をやめ官を暴きその公によって大芝に上りその職は内部の補佐にあった皇後愛皇帝が即位されるやおごる貴少が密かに野望を抱き関心が乱を刻した。 公は手図から公公投稿を弾劾し元の帝都教皇の母の僭越な座席を改めただしたそれ以来、えー、もといそれ以後長身の論議は軽祖に根拠しないものがなくなった病と称して位を自し指定に帰ったがそれは俗心に陥れられたからであり 報告についた後公愛皇帝は過ちに気づかれたため再び皇を長安に帰らせ病が激しさを加えてきてからもなお皇のことを忘れずまた皇の位を特進としたのであるその世にわかに皇居されたが国家には世継ぎの君がおらず関心が朝廷にはびこって誠に危うい極みであった。 陳は国家安定の刑において公に勝る者がいないと思い公を招いて朝廷に入れ即日公安公当権をやめて退かせたところ牢獄の水時計の目盛りの矢が映るほどのつかの間に忠義の策はたちまち立ち後期はことごとく強化された水和年間より厳重年間にかけて再度大公に会うたが忠職大公というのは皇帝の崩御。 万事ことごとく順調に行われカランが起こらなかった「陳を助けること5年近隣の大元が正され天地の方位が定まった」「注釈冠婚の儀を定め冠婚冠無理の冠に婚儀の婚」ですね冠婚の儀を定め、まあ、成人式と結婚ですか南北の交際を移して長安に服したことを指す。 戻ります。謹んで天心地義を受け春夏秋冬の紫維持を治め整え千年の敗滅を急に服し百世の過失をため直して天下は和合し大衆は等しく結みや笑いだ死に言う霊代注釈霊代大雅霊代の死霊代は文皇が法に作った 鑑賞台天文を見るんでしょうか鑑賞台のごときもの書に見える宗公の作った楽遊、後継昭憂の制度は今やここに復興された注釈宗書楽行楽遊は清州後継は武王の都法に近い 龍は院の移民を清州に移住させたゆえの将。先帝の太鼓を明らかにし昭和の将は明らかですね祖宗の霊徳を明らかにし 玄符を押して天にたぐえるはいはいたぐえるですね道理を明らかにし公子定裁宗師の礼を終立し注釈定裁というのは示せに帝の定裁天子が始祖と天庭を合わせ祀ること <coughs> 持って太鼓を広めたこうこう光るというのを広めるこうして視界は揚々と和らぎ万国は我が正義をしたい遺族の万位も招かずしておのずから来朝し次第に我が文化に染み染まるですね染みい遺憾を正し国の宝これ真宝ですねを奉じ行きたって妻子を助けるようになった窮を継ぐには 元に道に基づき道にした豪には古,をもんじ古いおこの手は公を制しことはその忠誠を得たその取得用道は神明神に通じ不祖は読みしてこれを受けた紅葉は紅葉は白く明らかで天の付随がしきりに現れ 元気が大いに相まって林報・器量など諸々の随性の出現すること700余りついに例を制定し学を作講して作教して創業・社食を休んずる大訓があった普天のもとただ甲の実が陳の頼むところであって官は最高にあり位は将校である。 今ここに救命の席を貸しするそれ祭りを助け文武の職を慎めようかくて永帳の命はついにその祖先に及ぶであろうああなんとうるわしいことではないかかくて大門は慶守采配して緑仏勘弁の衣装を注釈緑色の膝掛けと 緑仏ですねそれから昆弁の昆服というのが竜を描いた服とそれに用いる弁弁漢。陶法陶筆これは黄金の刀の柄の飾りと刀の小尻小尻というのは鞘の末端の飾り。栗 これが先端に飾りのある靴。蘭路乗馬。これは天使の車、蘭を描く天使の車と4頭の馬。陵騎九流。これは交流交わる龍と書く交流を描いた天使の旗、九流。秘弁礎石。これは鹿の皮の冠と白い藻。 スカートみたいなやつですね十路上乗馬これは兵車と兵の車兵車と四頭の馬東九子六九子これは東は赤ですね路は黒の弓矢左肩朱越右肩近跡 これは越石器は斧とまさかり剣は石あるいは剣立建立の意味か州のマサカりと金のまさかり斧っていうかマサカりってことですかね甲冑一具巨蝶二尊巨蝶はあの お酒な何のお酒でしたっけ黒きびとウコンソウコンってあのウコンですかねウコンソウとをかして作った再使用の酒。再たる計算にこれは。 僧病の,の祭りに用いる手記。計算2救命性玉計2救命性玉計2性玉計っていうのかな。うんと、K というのが印玉、玉計ですね。性玉計主孔能兵、えー、これは先ほど言った赤い門と、 農平あの木座橋ですね。雨だれがなんとかの木座橋っていうのは。 農兵天だれ受けの内側に設けた木座橋先ほどの旧席となんかいっぱい増えてますねえ続きいきますえ主古農兵を受けた宗官出官墓官司官古本300人注釈古本は護衛の勇士 家剰、各一人を配置して役に就かせ宋祝牧師の各官には皆続官を置いて皮,皮膚というのは続官安官公を補佐させた中府外邸では中尺外邸というのは中府は王の財物財物を増する蔵公ですね外帝 というののは宮殿以外の邸宅中府外邸では古本が門営となって人の出入りにあたり席すなわち名札をかけさせ司法三考の中府外邸に用事あるものをはじめ皆に伝すなわ割符を用いさせた祖王の屋敷を安官公の邸宅とし大修繕を施して秀密な義英が通ずるようにし 祖廟は父の病および親すなわちおたま屋は皆守護能兵とした珍数がまた相乗してうよう安官公が祖廟、霊廟を祀るため縄文を入れる時は縄文の行為が騎士を率いてこれに従うべきではありますいるに門猿がおり出るに騎士がおるのは国いずるですね。<laughs> もとい イルに門営がおりイずルに騎士がおるのは国を尊重するゆえんでございますと」とこの僧は採下された。 この年の秋。 一旦ここまでにしましょうかねここまで読んだような気がするんですけど違うかも 韓国で切ります。またのちょど。